竹尾社長のだから金鋭堂。金鋭堂の竹尾です。2016年に誕生したオークリーのライフスタイルサングラス、ラッチ。アメリカの多くのトップスケーターとコラボして生まれたストリートカルチャーが反映されたアイコニックなオークリーのライフスタイルモデルで、発売以来高い人気を誇るカジュアルライフスタイルサングラスです。そして今回2024年オリンピック・パラリンピックに向けて、このラッチが進化したシールドタイプのライフスタイルサングラス、このラッチパネルが新登場です。それではこれからこの見た目も、そして機能もさらに進化したオークリー新作ライフスタイルサングラス、ラッチパネルの特徴をご紹介させていただきます。オークリーの新ライフスタイルサングラス、ラッチパネル。このラッチパネルは、見ていただいて分かる通り、このような左右つながった一眼のシールドレンズが搭載されています。このシールドレンズを着用することにより、広い視野の確保や目を保護する、そういった役割だけではなく、試合前にアスリートたちの集中力を維持そして高められるように、このラッチパネルが視覚ノイズをしっかりとカットします。さらにこのフレームサイド部分に取り付けられたこのサイドシールドを搭載していることで、ここからの太陽光や風の侵入を防ぐことができます。オークリーのラッチパネルに使用されているフレーム素材は、オークリー独自の超軽量高弾性フレーム素材オーマターが使用されており、このようにフレームを大きく開いても、このように握っても壊れることはありません。さらにレンズには、数あるレンズの中で最も強度が高いと言われる高純度のポリカーボネート素材が採用されており、さまざまな環境下、そしてあらゆる衝撃から確実にあなたの目を守ることができます。太陽光や風の侵入、そういったものを確実に防ぐことができるこのラッチパネル専用のサイドシールド。このサイドシールドは、ユーザー自身で付け外し着脱が可能になっています。この部分を付けたまま、このように折りたたみもできますし、さらにそのスタイルや状況に合わせてこのサイドシールドを取り外すことができます。それでは実際に取り外しをしてみたいと思います。今こちらが付いている状態ですが、この部分に突起がありますので、この部分を外していただいて、そして抜いていただく。それだけで簡単にこのサイドシールドを取り外すことができます。このステムを持っていただいた状態で、このラッチ部分、この部分をこのように手前に持ち上げてあげます。この部分をこのようにしていただくと、今カチッと音がして外れたのがお分かりいただけると思います。その部分をそのまま後ろにスライドしていただくと、これでサイドシールドが外せます。見ていただくと、こ
この部分にこのように時計があるのがわかると思います。入れるときは逆にこの部分をスライドさせて同じように入れていただき、最後にこの突起部分を押し込んであげると、これでサイドシールドがしっかりと取り付けられたのがわかると思います。このようにユーザー自身で簡単に着脱できる、そのスタイルや状況に合わせてこのサイドシールドを有効に使うことができる、これがラッチパネルに搭載されたサイドシールドです。オークリーのラッチパネル、このラッチシリーズ、モデル名の由来でもあるラッチ機能がこのラッチパネルにも搭載されています。 T シャツなどのネック部分にラッチ、つまり掛け止めをすることが可能になっており、この部分がこのようにステムを畳む際に広がってくれるのがわかると思います。この部分が T シャツやネックの部分に掛け止めができる、そういったユニークな機能を搭載しています。ユニークなアイデアと洗練されたデザインが融合した2024年ニューモデル、オークリーの新ライフスタイルサングラス、ラッチパネル、ぜひお試しください。どうぞよろしくお願いいたします。新鋭堂では、様々な新しい情報や皆様のお役に立つ情報を発信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。だから、新鋭堂。